はい、まさけです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みの朝のヒントと相手をデジタル面で悩んでいる治療家のあなたにお届けできればと思います。はい、で今日はですね、こちらはタクシーの中で撮らせていただいてます。今からちょっと移動がありまして、そこに行くまでに動画を撮ってるんですが、今日の動画の中ではですね、もう実践ということで、どういうふうに痛みを、車に乗ってる時のですね、痛みですね、腰痛ってあるじゃないですか。あれがどういうふうなメカニズムで起きてるのかっていう話をね、していきたいと思いますので、もし気になる人はですね、ぜひ最後に見ていただければと思います。で、まずね、結論から言うとですね、こういうふうに、座ってるわけですよね。座ってるわけです。で、座ってる時の腰痛と立ってる時の腰痛っていうのは全然違うんですよ、原因が。そこをまず分かるべきですね。で、立ってる時は体を支えるのは足です、ね、2本の両脚、ね、両足があることによって骨盤を支えて上半身が自由に動けるっていう状態になります。で、このね、歩行のメカニズムだったり安定のところは前々回ぐらいの動画で歩行のところの、ね、話出してます。そちらの方を詳しく見てください。で、ただ座ってる時ってどうなってるかっていうと、座ってる時は足は支えれないわけですよね。ってなると、どこで支えるかっていうと骨盤で支えるわけですね。そう、足で支えてた、ね、体重を骨盤で支えるっていう状態になると全く役割が変わってくるわけですね。そう、なのでこれは見るべきポイントが変わってくるんだってことをまず分かってください。で、じゃあ実際に座ってるところどこを見るべきなのかって話をしていくんですけど、私の動画の中ではこういうやる気出す情報とか出してますので、連続型の動画になってること多いですので、見逃さないようにチャンネル登録お願いします。あとは今日の話よかったらぜひアウトプットコメント書いていただいて、実際にアウトプットすることによって一番自分の学びになりますので、ぜひコメント書いてください。あとはいいねボタンもよろしくお願いします。で、実際ですね、じゃあどこ見るべきかっていうと、これはですね、腹部ですね。腹部を見ていくだけなんですね。で、ほとんどの腰が痛い方っていうのは、これ上側ですね。上部の上側、腹部の上側のこの肋骨がありますよね。この肋骨のところが硬くなっていることが多いです。で、なぜかっていうと、骨盤ってですね、立ってる時ね、立ってる時両足で立ってる時はですね、骨盤がグラグラしちゃいますよね。で、それをお尻の筋肉で支えてます。お尻の筋肉で支えてるんですけど、このお尻の筋肉で支えるということは、それと同じぐらい後ろ側が頑張るってことは前側も頑張らないといけないですね。なんで下腹部、いわゆるこのシックスパック、腹筋でいうと下の下っ腹のところがグッて頑張ることによって、お尻と前側でグッと挟み込むことによって骨盤が安定します。ですけど、座ってる時ってさっきも言ったみたいに骨盤がですか、この状態だと骨盤がもう支えられてる、止まってる状態なんですね。動かないんですよ。っていうことは別に下腹部に力が入らなくてもいい状態になりますね。そうなると、この下腹部の力っていうのがない状態でどこに力を入れるか、次は上半身、いわゆる胸郭がこういうふうにグラ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 動いちゃうんですよ。だから胸郭が動かないように固定をする。何をするかっていうと、これはさっき言ったみたいに腹直筋の上部繊維、肋骨沿いのところがガチガチになってる人が多くて、あとは広背筋って言ってこの脇の筋肉がグッと入ってることが多いですね。なので、この腰痛の場合ですけども、ほとんどがこの骨盤体、いわゆる中殿筋、小殿筋っていうのは骨盤の横の筋肉、後ろ側の大殿筋の筋肉、そして腹部の筋肉っていうのが入ってない状態で不安定性になってるところっていうのがほとんどの原因になります。そうで、プラスアルファ腹直筋の下部に力が入らないのは、これは力の加減、力の入り方の還元、バランスの還元で上側に力が入っていると下側には力が入らないっていう風になっていますね。なので、これ何をすべきかっていうと、まずは緩めてあげることですね。腹直筋の上部だったりとか、横側の後ろにね、走っている広背筋だったりとかって緩めてあげた状態で、なおかつそこから下腹部だったりとか大臀筋だったりとかに対して調整をしていく、ね、運動トレーニングしていくっていうのがすごく大事になってきます。ですか。なので大事なことは、まずは緩めてあげることによって、運動してくださいってね、下腹部力入れてくださいっても入らないんですよ。なんでかっていうと上側でもう止めてるからです。で、この状態で下腹部まで入っちゃったらこんな風になっちゃいますね。曲がっちゃいます。なので下腹部は入らないといけないけど、上側は緩んでないといけないっていう風になりますので、下腹部を鍛えるのと一緒に上腹部ですね、いわゆるこの肋骨の付近もしっかり緩めてあげるっていうのがすごく大事になってきます。なので大体ね、こう座ってて腰痛が出る方っていうのは、こう立った時にですね、骨盤がバーンと前に出るような、なんていうんですかね、こう反り腰のような姿勢になることが多いですよね。
いろいろドライバーの方だったりとか腰痛が多い方は、なんで何をすべきかって言ったら、言ったみたいに腹部入れてあげて、骨盤周りを安定させてあげる、そして腹部の上部のところを緩めてあげるってことをやってあげて、しっかり腹部で骨盤でしっかり体重を支えることができた上での上半身が自由に動ける状態を作ってあげないといけませんね。なので立っている時の足の役割をこの骨盤周り、いわゆる下腹部、あとは殿筋、中殿筋ってところで固定させてあげて上の方はしっかり動ける状態にしてあげる。これが上の方が動くところがこの上腹部がね硬くなっていることによって動けなくなって、さらにまた広背筋使ったりとか肩の力を使って肩こりが起きてきたりとかってことが起きちゃいますので、しっかりね緩める場所と運動する場所、これを考えながら治療していただければと思います。でプラスは補足で言うと、どうしてもね運転中っていうのはこう微弱な振動っていうのが入ってます。でこの微弱な振動がですね、この椎間板っていうところ、いわゆる背骨の間にあるクッション材をですね傷つけてしまう可能性が高いんですね。なのでこのクッション材を傷つけるっていうのが、力が入ってない状態、いわゆる骨盤周りに力が入ってない状態で振動が加えることによって椎間板が潰れてしまったりとか、なのでやっぱり、ね、これまで乗ることが多くて腰痛が出る方はやっぱヘルニアになりやすいっていうのはやっぱそういう原理がありますので、しっかりねヘルニアの予防だったりとか胸椎の予防も含め、しっかり下腹部の力を入れてあげる、上腹部を緩めてあげるってことをねしっかりやっていただければと思います。はい、ということで今日はねこれで終わりますけど、今日の話よかったらぜひですねアウトプットしてください。いい話聞いたなって終わるんじゃなくて、明日から何しようね、今日の学びから何を学んだかってことをコメント欄に書いてアウトプットしてください。あとはよかったらいいねボタンしてください。あとはねこういう動画出してますので、ぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。